はね、その点も今日は論争しないというのはね、僕は世間とかなり違ってね、官僚褒めてんじゃないんですよ、官僚の中枢で言うとね、選挙の洗礼というものをね、僕に関してはくだらないものを受けずに済むから、僕官僚っていうのは半分政治家だと思ってるの。だって政策書法書いてるんですからね。したがってね、そういう 選挙で上げたり叩かれたりする必要のない官僚が、まあまあ国家の屋台骨の一貫性をね、なんて持続させてるから、まあまあ日本国家がこれまでは持ってきたというふうにね、肯定的な面もあるからね、官僚政治そのものは批判しない。でもあなたおっしゃることはわかるよ。たかだかさ、なんか東大出てさ、その高級官僚になったぐらいで天下取ったようなね感じで、肩で風切られたらさ、それ自体が僕に寄せばこうあれで不定の輩って気もするから、気分はわかるけどね、僕はそれをね、官僚批判までは持っていかないあのそこでブレーキがかかるってことですか急にブレーキがかかってきた。急に一言ね、吉田茂さんもずっと言うとね、やっぱり彼をリアリスト、現実主義者ってね、言うのはまあそれ構わないとして、問題はこうですよ、人間なりね、時代の現実っていうのは何かって言ったらね、別に飯を食えばいいって現実じゃないんですよね。どんなにね貧しくてもね、それなりのね理想とかさ、理念とかね、希望とか幻想まで含めて、それは現実でしょ。何か運上人にはね、運上人って勝手に思ったんでしょう、大した運上人でもないのに。運上人はやっぱり下々たちが単に食ってると思ったんじゃないの。だからそうじゃないんですよ、あの下々の人たちはね、僕の親父とか僕だけど、必死でね、あの寒い北海道でね、飢えながらね、でたらめだったけど、希望をね紡いで生きてきたわけね。だから理想主義か現実主義かってことを切断すること自体がおかしいんですけどね。だからまさにね、そこはまあ、西部さんが急ブレーキかけた、吉田茂が、要するに特攻にね、逮捕されたってことが、今度あれですもんね、戦後はむしろ勲章になるんですよね、軍部に逆らった、あれは警察、特攻に逆らった吉田ってことでね、で自由主義者、そうそう、まさにね、それもそのバリバリの自由主義者となっていくわけですけど、しかも彼の自由主義っていうのは本当にどこまで自由主義者だったかもわからない。彼が言った自由主義っていうのをまとめて言えば、結局あれじゃないかな、またそのあれ経済自由主義だけですよね。どうもね、あのアメリカイギリス風に経済はこう今風に言えばマーケットでね、やらした方がいいんだと、政府は介入せん方がいいんだと、ね、やらしとけみたいなさ、その程度の自由主義だったとも言えるわけね。そしてまたね、話にもなるわけですよね、一方ではね、ちょっとね、昔話だけども、防衛大学の卒業式というか、あの自衛隊の入隊式になるのかな、その時に呼ばれて購入した時がちょうどね、アメリカがイラクに侵略した直後でね、で僕がガンガンね、アメリカ批判をやってたら、質疑応答の時に防大卒業生たちが、先生、強いものに巻かれて どこが悪いんでしょうかってね、それが要するに軍事というものだ、それは政治というものだというね、そういうね、悪しき風潮の最初の人が吉田とも言えるんだと。だから単なるリアリストっていうのはね、その時にはやむを得ないように見えてても、何十年も経てばね、強いものに巻かれてどこが悪い、よらば大樹の影とかさ、そういうことを21、2の、ね、青年たちは平気で人前で言う、しかも軍人さんがね、困ったもんじゃと、こう言いたくなる。あのあれですよね、そういうふうに言ってしまえば、身も。吉田茂は GHQ をね、適当に一種のこう言葉のゲームとして、自分としてはその翻弄したってね、操ったという面もね、自分であって、それでその満足も覚えていたようですからね。別にその偉いさんアメリカに自分はうまくしたかったなどと思ってはいないでしょうね、そういう感覚で言えばね、確かにまあイギリスとアメリカを区別してたとも言えるし、あるいはその限りで言えば、やはり日本人としてね、占領軍と対峙したともね言えるんでしょうけど、しかしね、そのあたりのこう思いがさほど明確でもね、強くもなかったんじゃないかな。なんとはなしにね、やっ
ぱり占領軍にピックアップされて、占領軍と押したり引いたりのなんていうかな、そういう渡り合いをやっただけで、やっぱりね、まとめて言えば、あの占領期にふさわ時代にふさわしい人物がね、やっぱりその現れてきたと。で、あの時代は何かっつったら、やっぱり非占領期であって、あの時に日本がアメリカにグーッと首根っこを捕まえられるね、軍事基地に始まって、その路線をね敷いたのはやっぱり吉田茂で、やむを得ないとしてもね、そこでなれない抵抗の拠点をね、やっぱ示してませんよ。これは一時のことですよと、日本が自立した暁にはね、米軍基地だって減らす方向に持っていかせてもらいますよっていうようなことをね、どっかでさ、要所要所で言っててくれればね、もうちょっとそれ以降だって、その吉田スクールの官僚さん、官僚上がりさんたちもね、もうちょっとそのやったと思うんだけども、僕はどうもいただけないね。だから、まあ、西部さんがね、今日強調された経済第一主義って、